こんにちは、かんちゃんです。今日はですね、ソルヤ家スカウティングレポート2023ということで、桐蔭横浜大学の小茶辰樹投手について話していこうと思います。2023年シーズンの阪神タイガース投手陣を見渡しますと、リリーフには岩貞投手、岩崎投手らをはじめ、桐敷投手や島本投手ら、左投手は豊富にいるのですが、先発ローテーション投手となると伊藤将司投手が奮闘したとはいえ、もう少し厚みが欲しいところが現状です。高橋遥人投手が離脱している今、大学生左腕の中から指名候補をリストアップしたいところです。そういったわけで今回は伊藤将司投手2世となりうる桐蔭横浜大学の小茶辰樹投手について注目してみました。動画を最後まで見てもらいましたら、小茶辰樹投手の経歴や特徴についてご理解いただけるかなというふうに思います。このチャンネルではファン目線、スコアラー目線の切り口で様々な角度で野球の話をしています。それだけスカウティングレポートシリーズでは、2023年のドラフト候補の選手をね、数多く紹介するシリーズになっていますので、チャンネル登録まだの方はぜひこの機会にチャンネル登録していただけると嬉しく思います。結論から言いますと、小茶辰樹投手は相当活躍するんじゃないかなというふうに思います。それでは早速、小茶辰樹投手の経歴から見ていきましょう。小茶辰樹投手、2001年8月18日生まれ、22歳、身長は181センチ、体重は76キロ、左投げ左打ち、神奈川県横浜市出身で、球速表示以上のスピードを感じるまっすぐが特徴のプロ注目サウスポーです。高校は湘南学院に進学したのですが、1年生の冬に腰痛になってしまいます。2年生の春の県大会で痛み止めを打ちながらも、3回戦の磯子高校との対戦で5対1の完投勝利を収めます。しかし無理がたたりました。小茶投手は夏の大会でわずか2イニングの登板のみとなってしまいました。3年生夏の予選は3回戦で敗退、甲子園出場とはなりませんでした。桐蔭横浜大学では2年生となりました2021年春のリーグ戦から登板しまして、7試合で4勝1敗、防御率 2.52 の成績をマーク。そして3年生となりました2022年秋のリーグ戦では7試合に登板し、5勝1敗、防御率 2.37。 4年生の2023年春のリーグ戦では6試合で5勝0敗、防御率 1.82 と安定した成績を残します。2023年6月6日に行われました全日本大学野球選手権では、初めての全国大会デビューを果たしまして、仙台大学相手に延長10回の死闘となります。9回と3分の2イニングを投げまして、打者38人に対し、球数123球、被安打6、奪三振7、四死球6、失点4、自責点2、キレのいいツーシームで9回までを無失点に抑えるなど、粘りの投球を見せまして、自己最速の153キロをマーク。試合は1対4で敗れたのですが、全国的にアピールできる試合となりました。小茶辰樹投手の特徴といたしましては、まず1点目に、最速153キロのストレートにスライダー、カット、カーブを投げ分けます。球の出所が非常に醜い投手で、コントロールがまとまっています。バッターを見ながら多彩な変化球で勝負できる投球は非常に安定感があります。そして3点目が、総合力が高い投手でスタミナもあります。制球力が良くなればもっと勝てる投手になるでしょう。以上のような特徴のあるピッチャーなんですが、小茶辰樹投手は獲得リストに入れるべきだと思います。その理由といたしましては、まず1点目に、高校時代は130キロ平均だったストレートが一気に球速が伸びました。まだまだその伸びしろにはポテンシャルがあるため、将来的には押しも押されぬ主戦投手になる可能性を秘めている点。そして2点目が、阪神は大竹投手や伊藤将司投手らの活躍で、左投手のローテーションは現状いますけれども、数年後を見据えまして、左のエース候補は補強しなければいけないという点。そして3点目が、牽制やフィールディングも堅実で、やはり総合力では評価の高い投手であるという点。こういった点が挙げられます。確かに新人投手に関しましては、投げてみないとわからない部分は多々あります。2023年の大学選手権初戦の仙台大学戦では、延長10回のノーアウト1・2塁から始まるタイブレークで、ギヒア打ち取った当たりの内野安打で失点を喫してしまいまして、敗れこそしたものの、9回までを5安打無失点に抑えた小茶投手。2021年の大会では、西日本工業大の隅田投手が初戦の上部大戦で8回4安打1失点14奪三振と素晴らしい投球を見せまして、秋のドラフト会議では西武ライオンズドラフト1位指名を受けました。2022年の大会では、富士大の金村投手が初戦の大正大戦で10回を7安打2失点と好投しまして、日本ハムドラフト2位の指名を掴んでいます。全国大会で一気に注目の的となりました小茶辰樹投手、高校時代は無名の投手でしたが、大学で急成長を見せたそのサウスポーが上位で指名されることを楽しみにしております。
さて今日はソレイケスカウティングレポート2023ということで、桐蔭横浜大学の小蛇竜樹投手について話してきたわけなんですが、もう一度小蛇竜樹投手の特徴を振り返りますと、まず1点目に最速153キロのストレートにスライダー、カット、カーブを投げ分けます。球の出どころが非常に見にくい投手で、コントロールがまとまっています。バッターを見ながら多彩な変化球で勝負できる投球は非常に安定感があります。総合力が高い投手でスタミナもあります。制球力が良くなればもっと勝てる投手になるでしょう。以上のような特徴のある投手ですので、将来的にも活躍が非常に期待できると思います。さてこのソレイケスカウティングレポート2023では、視聴者の皆さんからの情報やご意見もどしどしコメント欄にお待ちしております。今後も2023年ドラフト候補の選手をね、動画で紹介していきたいと思いますので、お楽しみに。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。